Minna-san, namaste. Nihongo no EPG no kogi desu. Kyonō no kougi no Konjaku Monogatari no Butsuden desu. Ego de yuto, Buddhist Scriptures in Konjaku Monogatari Today, we will learn about the life of Buddha. イン・ャク物語紹介ンャク物語集は日本最大の説話集ですインドと中国日本の説話を1000話以上収めていますねインドに関するものはなんとユダヤで収められていますかわかりますか 転軸編という名前です。この天軸編は第1巻から5巻までです。そしてその内容は様々です。話の数は180話もあります。この天軸編の内容を具体的につかむ ことは古代の日本とインドの間でどんな形で交流が可能になったかについて学ぶために大切なポイントです。それからこのモジュールの学習目的を申し上げます。婚約物語詩集の内容を知ることです。特にブッダの伝記を 8つの段階に分けて整理している釈迦発想の内容を勉強することです。仏教思想が日本でどんな形で重要されてきたかについて学ぶことです。背景古代日本文学の最大のしかも最古の 歌手はどれですか万葉集です。日本最高の長編物語はどれですか源氏物語です。同じように日本の一番古くて膨大な説話書は混着物語ですね。作者は無将ですが、 近世までに、ウジダイナ物語という説は書の作者、藤原の高国が、この根弱物語書とも何らかの関連があったと思われていました。ウジダイナ物語の別の名前は、 ウジシュイ物語ですしかし、宇治大な言物語が独立した説話集であったということが、この両方の本の構造と文体を見ると明確に分かります。さらに、根弱物語集のような菩提な説話集が、 個人が編集できることより、ある人の僧侶の手段が編集なさったという可能性が大きいとされています。今若物語は31巻の長い説話集です。前も申し上げたように、 戦二条の説話が収められていますね。内容も三つの副題。つまり、天竺編、神丹編、本庁編に分かれています。先ほど申し上げたように、天竺編とはインドのことですね。神丹は中国のことです。 そして本書編は日本のことを指しています。この三国に及ぶ説話がこの作品に収められているということを象徴しています。そして内容的にこの三、この三つの国における仏教の展開と普及、 主な人物、文献、経典などといった幅広い範囲を取り扱っています。今着の内容を見ると、全体的では仏教説話が圧倒的に多いが、本庁編では世俗的説話も多くあります。 この生俗説話は何を意味していると思いますか生俗説話は一般的な教えを説く話です。例えばそのテーマは動物、妖怪、鬼、れない、悪行、武士、滑稽、皇室、貴族、 僧侶、正面などになっています。この三国の話のブ立てはどうなっていると思いますかこれは次のようです。ちなみに、今若物語集の中の 8巻、18巻、21巻の三つの巻は結巻となっています。そして、ブーダテは、天竺編は1から5巻まで、シンタン編は6から10巻まで、そして、本腸編は11から5巻まで、 三1 31巻までまでとなっています。第一、天竺編について少し学びましょう。古い時代に日本では、インドは天竺という名前で知られていました。今直物語集の天竺編の説話の数は、 大体187話ですね。話のテーマは、インドにおけるブッダの一生に関する説は、つまり、ブッダの電気、ブッダが菩薩として前行を行った話、ブッダが日本に入ってからの話、つまり、仏語の話などです。 中には、ブッダ自体が教えているいろいろな場面やゲドの話などがあります。これらの話は、上々に日本で普及しているインド起源の話と関連があると思います。次は、新ン編ですね。 新ン編はチュゴクのことをお指しています。ロコからジュカンまであります。その中のロ巻、カン、ナナカン、キュカン、ジュカンがあり。マキ、ハチはかけています。そして、仏教説話がほとんどは 塾館は世俗説はです。中国への仏教の伝来、インド人の僧侶が中国に到来した話、特に現状法師が仏法を求めようとして、インドに 到着して経典を集めて中国に持って帰ったという話、親孝行や学芸のエピソードなどが新短編にあります。次は本書編ですね。本書とは日本のことを指しています。日本では仏教の到来と 仏教を語る説話のことです11から31巻までです仏教の日本伝来とそれに関連がある人物の説話生寺の演縁起北をはじめ小経天皇霊剣団王女団 観音地蔵のような小菩薩の霊剣団、僧侶の説話などがあります。さらに、因果王法,法、マッポ想原法出家、涅槃に関する説話もあります。リピートそれ以外にも本庁編の生息説話として、庶民の生活の様子を 描いている物語もたくさんありますそのため説話の登場人物のたぐえは泥棒芸能人老婆僧侶別途幽霊化け物千年山節沖縄雨狼狐 和紙、天狗、雲、蛇、龍、龍神、鬼、羅刹などのように非常に幅広くなっています。今弱に見られる仏陀の電気。仏教がインドから伝来したいろいろな国と同じように日本でも 仏教の文学や経典が人気を呼んだことがよく知られています。ブッダの人生に関するエピソードも同時に広まり、皇室、貴族、庶民を含む多くの人々の関心が対象になりました。言い換えれば、 ブッダの誕生、大使としての生い立ち、出家、お大樹の下で仏心つまり悟りを得たこと、六夜園での初めての説教、そしてテンポレンなどのさまざまな出来事が記述されています。これはブッダの伝記、つまり仏殿として 日本で釈迦発想として定着しています。日本では仏殿は奈良時代にはすでに広く知られており、絵画にもなっていました。しかし、社会時代として一貫した形でまとめられて見られるのは ゴンジャク物語集です。日本で初めて発想として仏 u の人生を八つの段階に分類してこの仏発想の八つの段階の最初の層は高と卒です。これはつまり天皇と同じ ことを指していますねこれに続いて残りの7つの層は卓隊、出隊、出警、コーマ、浄土、テンポ連、入滅です。高等卒は釈迦如来が天国から地上に降りて 人間として生まれることを志した時の段階です。その時菩薩として人間として生まれることを決心した時、ブッダは天人と異なる随所を表すようになります。それはどんなことでしょうかつまり天人と 違って人間のように、まばたきをするようになります。頭の上に、ある装飾品の、は輪も、しおれるようになります。着物も、汚れ始めます。なぜならば、汗をかく、ように、なったからですね。そして、 座席を何回も変えるようにしましまた。このような図一緒。そして臨間会で誰を漁師にしようかと考えます社家族の王様の妃、マヤ部人を母にすることに決めましたこれで第一の層の内容が終わり 第2位は、渋滞の層に話が移ります。如来は白い像として、マヤブニンの子宮に入ります。マヤブニンは夢が見ているように思い、その詳細を朝、その詳細を次の朝夫の王様に告げます。 そうすると、王様は、占い師を宮殿に呼び、夢の意味を占わせるようにします。夢の意味を占ってもらいます。これで第2層が終わり、第3は出産の層です。時間が経っています。人が、 実家へ帰るとき彼女の脇の下から男の子が生まれます。これに伴ってさまざまな異常現象が起こりました。麻薬舟は7日後亡くなり妹が大子を育てることになります。次は第4の層です。出家の そうですね、宮殿で贅沢な日々を送っていた大使は宮殿を出て町に遊楽に出かけた時途中で病院に見みて次は老人を見てさらに老後の方で死体を見て人生の虚しさを悟るようになりました。 そこで病、老化、死などの原因を理解するために宮殿の出て出家を志すようになります。第五は慢の祖です。これは悪魔がいかに仏陀の修行を妨げようとしたことを語っています。結局、 悟りを開いたブッダは悪魔を打ち破って追い返すことができました次は浄土の層ですねつまり大使が悟りを開いたことを話しています大使が菩提樹の下で座禅し続けますそして菩提神を得てブッダになったということを 語っていますこの浄土の層の次はテンポリンの層です。つまり、ブッダがサルナートというところで仏法を解いてから、最初の仏法を解いてから、次の50年間、弟子たちに法を解き、 いろいろ教えて。外道による反対。を、直面。することなど。の反対もあったということ。そして。最後には外道を。解き伏せ。仏門に。受け入れる。という。内容になっています。このように、さまざまな人々を。弟子として。 育てることに勤めた姿が見えます最後の第8話入滅のそうですブッダが病にかかりシャラソウの木の下で最後の仏法つまり日本教を解くという段階ですその後 最後の儀礼とブッシャリの分配そしてとうに収められて崇拝されているブッシャリなどのエピソードがあります日本文学で特に説話書の中に仏伝のテーマにした作品は発想の集段階を 部分的にあるいは全面的に取り扱っています。今若物語書の内容によると、ブッダは50年間も法を解きました。そして300回以上、その法を解くための集会を開いたということになっています。 そこで仏法を5つの段階に分けて解くようになりました。その5つの段階というと、最初の段階で慶言教という経典を解きました。次の段階で阿言教を12年間にわたって解きました。3つ目の段階で、ブッダは 特定の経典に限定せずに4種類の教えときました。第4番目の段階で、般若教を30年かけて4か所で16回の集会を開いて教えました。5つ目の段階で、法華経,経、日本教、 を三箇所での集会で解きました。法華経は2つに分けて説いたことです。それは最初に14のハラミツつまりパラミタスをとして法華経の愚名である妙法蓮華経を語りました。 それからあらゆるものの要素を本性を明らかにするように説きました。次の紹介で第2反経を3つに分けて説きました。そしてその理想、具は因果関係を説明しました。これで こんこの物語にある仏伝の講義が終わります。どうもありがとうございます。